はい、ホンダフリードの、カスタムカーになりますね、アクティブコンセプトということで、これは何でしょうね。なんかね、これ糸、これスニーカーみたいなデザインになってますね。あ、ここもね、ここもね、これほら糸、糸ですよ。これ触っちゃダメですかね。この新型のね、フリード、こんなカスタムになっちゃうんですね。目のところもね、これ何、これちょっと黒くなっててね、普通のやつと違いますね。ちょっと内装の方見てみます。内装はこんな感じです。いや、ハンドルはね、普通のね、フリードのハンドルがついてますね。至る所にね、これ蛍光の、黄色ですね、それがデザインとしてあしらわれています。よく遠くから見るとね、フリードって書いてるんですかね。天井もね、メッシュの棚がついてますね。あ、これはちょっとリアルにいいんじゃないですかね。後ろね、これフリードプラスの方ですね。荷台が広いです。あ、ホンダのね、マークもね、潰しちゃってますね。あ、すぐ引っ掛けそう。そうです、すぐ引っ掛けそうというこれも寿命短いですよね、絶対そうやんねもうだってこれも洗車したらおしまいやん。そう、洗車できないですよねこれ正直どう思います、これブサイク。僕ここのブースで1枚だけ撮ったのこれですよ。 MSX を差し置いて、なんかスニーカーっぽい感じが出てすごくいいな。あ、そうですね、スニーカーのイメージあります。そうそう、こちらは、ホンダフリードモデュール X コンセプトですね。今回のね、オートサロンでは2台のコンセプトカーが展示されておりました。このモデュール X コンセプトは市販されそうなデザインですよね。このまま出てもね、おかしくないかもしれないですね。フリードアクティブコンセプトはクロスオーバー SUV を意識したデザインになってます。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけでフリードのコンセプトカーを見てきたよでした。じゃあね、バーイ。